はい、お疲れ様です。お疲れ様です。というわけで吉本ナンバーワン決定戦ということで、はい、そういう題名でやらせてもらってますけども、いやもう飛んでいいと思いますよ、はいはい、ここまで、巨人師匠が、3オーバー、はいはい、そしてライオン君も3オーバー、はい、そして僕がなんとなんと5オーバーまで、はい、その前にバーディー取らせてもらいましたので、はい、5オーバーということで、はい、いよいよ最終ホール決着ホールでございます、はい。これだから師匠あれですよ、はい、仮にボギーボギー行かれて僕がバーディーやったら並ぶということ、はい、そうですね、3人並びますね、はいはい、うわー、首の皮1枚ブランブランじゃ可能性あるね、ないことない、全然、はい、うん、ありますね、はい、というわけでございまして、いよいよ、はい、この3人で誰が一番いいスコアで上がるのかという最終決着でございます、はい、そしてよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ココリコ遠藤の変な形。バーディーボギーボギーやったら並ぶんですよ ね、 ですね、結構前半どうなるかなと思ってたけど、緊張感ある、緊張感あります。ミスっても右でいいです。ナイス、ありがとう。巻いて。OK。ありがとうございます。どうも。ヘアウェイキープしました。ありがとうございます。うわ、ちょっと先っぽだった。でも大丈夫か。ラフやけど、はい、まあまあまあ右目の方がね狙いですから、ね、これでもちょっと分かる、あります、あります、分かんないです、はい、僕相当残ってるし、はい、残りで僕もラフですし、そうね、はい、ちょっと分かんない、ボギーだけヘアウェイやもん、はい、あからさまにニヤニヤしてる、最後まで分からない、いや、ほんまに最後までこれ見てくださってる方本当に緊張してるね、赤が。左全然大丈夫ないの。はい。あ、こっちは。なあ、ね、あの、はい、気が見え、切れ見えんかったけど、はいはい、俺帯になってるから、そう帯かなと思って。だいぶあの、ショーは、はい、あの、本当に何度も言わせてもらいますけども。うん、初めてのコースなんで、めちゃめちゃ不利なんですけど、はい、ここまでトップタイ。はい。スリーオーバー、スリーオーバー。はい。今まで分かったですね。手で打ってしまいましたね。体も温めつかない。先、先っちょでしょうかね。先っちょでしょう。一番得意なクラブは何、いや、ないねんな。おあ、すごい。何でもない。じゃあ、どれでも、どれもまあ、はい、うまいってことなの、いや、違う違う、そうね。あのね、遠藤君とテレビやったんやから、はい、あの時はね、スプーンが得意やったんですけど、うん、はい、ちょっとスプーンを変えたんですよ。古いやつに、軽いやつに、はい、うん。それからちょっとまた何が得意なのか分かりません。はい、いや、でもアプローチもすごい上手やし。アローチはね、家で、そのさっき言ったように、あの、グリーンがあったとこ、今、原っぱみたいになってんねんけども、はい、そこでちょっとやるからね。師匠、あの、ちなみに、おいくつで家建てられたんですか？いくつか。ええ ?30 いったのかな、じゃあ。ええー、師匠って吉本興業はい。ですよね。自分ら、騙されてる。ちゃうねん。俺の知ってる吉本ちゃうねん。そんなもらえと。夢あるなやっぱりな。いやでもあのあれですよ、やっぱりね、芸人の絶対数が少なかったから、心の時ちょっと俺出したら仕事どんどん来るし、で、あのご存知のように辞めましたけどね、あの、なんで辞めたか知らんけど、しんすけ、あ、いや、なんで辞めたかは見ました、本当の日本国民知ってる、知ってんだけどもあいつが契約上手でね、あの、いろんな契約行ってこい行ってこい、俺がこんなんしてきてんだ、お前も行ってこいって、まあ同期やったから、それでどん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 上がったり、うん、いわゆるバイバイゲームみたいなのってほんまにあるんですか？
給料が倍々になる。ああそうそう、1年2年3年4ずっと僕ら倍々になってきた。倍々ゲームええー、な羨ましいな。倍々ゲームありましたね。やっぱそうなんですよね。そりゃそうですよ、オール阪神巨人ですから。これは偉いことですよ。これで打ちます。 OK ます。方向はバッチシですかね。ちょっと見えやったけど、ひょっとしたら乗ってるかね。135ヤード9番円でいきます。フォローです。これめちゃくちゃ大事なショットです。首位争いに並んできたからな。いきます。はい、頼むわ。続いてくれ。乗ったぞ。分からんぞこれマジで。くわーよっしゃー、あれ入れたらバーディーじゃ。5 5 5、これうわ来たー。はい、ありがとうございます。ライオン来た来た来た。いやーすごい戦いになってきました。最終ホール、はい、58番、はい、はい、58度で、これは弱いわ。それは弱いわ。ナイスですね。はい、届け届け。はい。ちょっと待て待て待て、冗談でもね、お前スリーブラスするのよって言おうもんね。
いやー、ちょっと待って。しょ、あのね、ライオンはこういう時本当にあの、ふざけないタイプなんで、結構、ほんまのマジで売って今ここまで来ました。うん、何を言うてんもんな、僕は。はい、ほんまに言うてんもんな。ちょっと待ってくださいね。これ、勝手にして、勝手にして。入れたらライオンの勝ち。はい。外したら、ライオンと巨人賞が同点優勝。はい。あんな行く？はい、たーいやー、お疲れ様でした。終わりましたね。はい、終わりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。というわけで、最終結果、はい、僕が5オーバー、はい、そして巨人賞が4オーバー、はい、そしてライオン君が3オーバーで、はい、今回はライオン君の勝利でございました。ありがとうございます。やりましたー。ありがとうございます。いやー、今思えばこう、おのおのがやっぱ悔やまれる一打とかありますよね。はい、ありますね。師匠は本当に今日あの何度も言わせてもらってますけど、初めてということなので、今回ちょっとライオン勝ちましたけども、ちょっとあの有利すぎましたもんね。有利だったので、すごい来てますからね。すごい来てるから。すごい来てます。またもし良ければリベンジさせて。そうですね。はい。また行きましょう。はい。これ来年来年。はい、そうですね。また来年また暖かくなったら、また行かせてもらいましょう。巨人師匠のホームで。はい。だから家でパターン。勝負ですか。まあ、パターン今もグリーンはないから、ね、そうか、寄せやったらできますから。でも師匠が本当にあの、はい、いろいろラウンドさせてもらいながら、はい、20代で家を建てられ、はい、これはすごい、家には大きなグリーンがあってスプリングラーが出てくるとか、給料が倍々になったとか、はい、いろんな本当に夢のある話を、はい、すごいです。だって毎週ですか、毎週来てたんですか、その管理の人グリーンメンテナンス来てた、来てた、週に2回ぐらい。それがなかったらもう伸びるんですよ、夏場。はいはいはい。カットしてくるの。あの、最後に聞かせてもらいます。はい。同じ会社でよろしいんですか？同じ会社。ですよね。多分な、はい、騙されてる。というわけで、本当にどうもありがとうございました。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 チャンネル登録よろしくお願いします。